はい、皆さんこんにちは、トリックスターバックヤードです。はい、皆さん元気ですか？はい、もうね、だんだんとね、もうね、春もね、もうゴールデンウィークが近くなって、そろそろみんなもスノーボールおしまいかなっていう季節になってきたところで、皆さんもギアね、ずっと使ったじゃないですか。いろんなね、インターも使ったし、ブーツも使ったし、ビンディングも使った。それぞれちょっと下手ったり、故障が出てきてる頃だと思うんですが、今日はそんな中、フォアブーツ。ね、みんなもよく履くフォアブーツですけど、フォアブーツのこの TX3 のワイヤーあるじゃないですか。他のワイヤーもあるじゃないですか。こうやって切れちゃいそうになった時あるじゃないですか。これ切れちゃったっていうと、いざ切れちゃうと、直し方わかんないっていう人結構いると思うんですよ。そんなんで今日はこのワイヤーの交換の方法をちゃんと説明したいと思います。はい、今日使うのがこのリラックスのディーモン L3 ボアですね。この前もこのね、このアンクルのとこも両方ともこのボアってタイプです。それで使ってて、もうたくさん使った結果このようにこういう風になっちゃうんですね。別にこれになっちゃうわけじゃなくて、どうしてもこれ後ろ足だったんですけど、エッジのとこに当てたったりするとこういうのになっちゃうんで、ボアの使い方としては必ずこのワイヤーをエッジに当てないっていうことで言うと、結構ほとんどのこういった問題がなくなってくるんです。でもこうなっちゃった時にどうやって変えていいかって分かんない人がほとんどだと思うんです。それで今日ちょっと変えたいと思うのでよく見てください。まずこの前の方がこの黒がついてますね。でサイドの方のここがついてるんです。じゃあまずはじめにこのサイドの方から直したいと思うんですけど、じゃあサイドと前とこれ当然のことながら長さが違うじゃないですか。長さが違ってどこに書いてあるかなっていうと、ここ見てください。これちっちゃい文字なんですけど、このとこにでターンとサイドって書いてあって、ここに長さが書いてあるんですよ。このブーツの場合はターンが180でサイドが80ってなんか、いわゆるその80センチですよね。で180センチ、180センチのワイヤーを使うんですけど、そのワイヤーをまず用意します。これ替えのワイヤーですね。TX3 の替えのワイヤー。片方が80センチ、片方は180センチ用意しました。ということで、このワイヤー変えていきますかね。まずじゃあ、サイドから変えていきましょう。まず使うのがこれ、ボアのこの六角のネジですね。それを、この BOA って書いてあるじゃないですか。ボアダイヤのこの真ん中あるじゃないですか。B の O の真ん中、これに刺すんですよ。刺して時計と反対回りにくる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 って回していくとダイヤが取れます。単純です。これでダイヤが取れます。はい、外しました。で外すと中がこういう感じなんですよ。見てください。これまた結構平らですね。でこれをここのところに引っ掛けます。ここで出ます。簡単です。これ出ますね。出ると見てもらうと分かる通り、このワイヤーがこっちにこれ通ってるんですよ。こうやってただこんだけ、ただこれだけなんですよ。分かんなくなっちゃえばここのところに一回写真撮っとけばいいんですよ。写真撮っちゃうじゃないですか。それでこれ変えるから、このとこをこうやって切るわけですよ。まずこのとこはこうやって切りましたね。でこれで抜いちゃうとちょっと大変なんですね。でこっからがちょっとミソなんですけど、はい、でこの状態じゃないですか、切ったじゃないですか。それここ結構ねポイントなんですけど、ここにたまんなんないようにここくっつけるんですよ。どうやってって言うんですけど、アロンアルファです。アロンアルファこうつけるんですよ。アロンアルファ塗るじゃないですか。別にこれライター使ってもいいんですけど、ライターだとねすぐたまんなっちゃうんですよ。これでこうやってこういうとこをくっつけて、ウニウニ、これなるべくまっすぐするんですけど、ウニウニって、これたまんなっちゃうと通んないんですよ。そこがたまんなんないんです。ここはね結構時間かけてちゃんとやった方がいいです。わかります？こことか含まれてると通んないんです。でちょっとこれ乾かします。よくね、まだくっつくんで、今度乾かしてぼっこりしないようにするんですよね。ぼっこりしないように。そしたら今度これをここ引っ張るじゃないですか。そしたらこのワイヤー、こ
こうなるじゃないですか、これ。わかります？これが、ここに出てるんですよ。だから、ここのとこをうまく力がかかんないように気をつけなきゃいけないんですけど、特に気をつけなきゃいけないのはこの入り口は、本当に気をつけて。軽くこうやって。引っ張ると、ほら、わかる？これがこうつながってるんですよ。だから、このこっち引っ張るんですよ。ゆっくりゆっくり。で、こっち側ね、こっち側入んないように気をつけてくださいね。こっちね、こっち側入っちゃうんですよ。入っちゃったらもう、また、超大変な感じになるんですよ。例えば、ね、仮ですよ、これ仮。仮に、まあ、こうしとけば入んないんですから。これね。で、今こうやって入ったから、今度は、こっち側を、じゃあこれわかんない、どうなってんのってなるじゃないですか。そうするとこれはこの裏見てください。この裏に止まってるだけなんですよ。出てくるんですよね、わかりますか。ここ出てくるじゃないですか。こうやってここをこうして、最後ここのとこね、気をつけて。こうやって結び目があるんですよ、ね、でこれと同じようにこっち側はもうここまで通ったから大丈夫だから、これをこうやって切るじゃないですか。いきますよ、切るじゃないですか。そうするとこれも痛くないわけです。もう変わったじゃないですか。でこれのここのとこ、ここ気をつけて、ここのとこ気をつけてね、入っちゃうから。これ以上に入っちゃうから。でこう出しといて、ここがね、ちゃんとね、大きな結び目を作らないとダメなんですよ。ここのとこで大きな結び目が入るとパコーンと抜けるんですよ、これが。だから、しっかりと、ここのとこで大きく、こうして、ギャーってこうやって、玉を大きくするようにするんですよ、このとこ。わかりますか？で、もともとの玉と比べるんですよ。この玉とこの比べるの。同じぐらいだったら抜けないから大丈夫です。わかります？これは引っ張ればこの中入るのに、この中で押し込むんですよ。このところに穴があるからしっかりと押し込んでください。でね、この端っこ紐あるじゃないですか。出てても全然問題ないです。もう気になるんだったらこれ別にこの端っこをこの中入れちゃっていいんですよ。そしたらもう出てこないから。こっち側ね、さっきのただこれここのとこは入んないようにしたけど、これこうなってて、これが内側、これと外側ですかね。こうつくんですよ。こうじゃない、OK、小さい穴から OK なんです。こっちからこう、ね、入ったからこれ大丈夫。でこっち側はこういったとこなんかこれ綺麗じゃないですか。切っちゃいますよね。大丈夫ですかね。で、それで蓋を戻し、これで OK。 それで、でもね、メインの方はちょっと違うんですよ。ね、メインの方はコツがあって、今度はここに穴がないんですよ。今度はマイナスドライバーが必要なんですよ。このちっちゃめのマイナスドライバー、これね。それでメインのここ見える？このとこ、この外側、内側じゃないですか。外側に山が1個あるじゃないですか、この三角が。で内側にへこみの三角があるじゃないですかね。その間にこれをこうやって入れるんですよ、こうやって。でこれをギュッて横に回すんです。
こうやって、そうするとこれが真ん中にずれるんですよ。それでパコンとこれ外すんです、こうやって。そうするとここのとこにやっぱ同じようにこういうのがいるんですよ。 XY のどうやって伝えるか出てるんですよ。覚えておくんです。こっち側から入ってきたって大きい穴の方に引っ張ってて、こっち側出てるんだなと思う。この丸点が入ってる方から、丸点が入ってる方から入ってる。ここまたさっきと一緒なんですよ。まずはじめにここのとこちょっと切るんですよ。切れましたね。でこれ180にも切ったりする。それで先っちょあるじゃないですか。でここのとここれね、見てこれ丸点が入ったここから入っていくわけじゃないですか。これ抜くんですよ。抜けましたね。これここに切ってるわけです。この端っこですよ、切ったところ。そしたら切ったところとここをまたくっつける。はい、これつなげました。今回の作業で一番大切なのはここと思ってください。このちゃんとした、このちゃんとここくっつけることです。これね、途中で外れるとね、ちょっと厄介です。ここのとこは、太くならないようにうまくアロンアルファでくっつけるんですよ。これ別に時間かかっても構わないんで、ここのとこゆっくりやってください。で、このここゆっくりこうします。ここ通します。これね、ここ引っかかるからね。よくせよ。ね、よくせよ。甘さ。ここじゃないですか。これがこう、こう分かります？これちょっと待って。これよいしょ、せーよいしょ、これ入ろう。こう入って、こう入って、こう行って、ここ来るじゃないですか。ここからここに来ると思いきや、これがこう入ってここに来るんですよ。こうじゃないですか。でこう通ったじゃないですか。で今度これはこれがここに来るわけですよ。わかります？ここにこれがほらこうね、これこういうことです。ビーってこう、ビーってこう、まあここまで通ったじゃないですか。まあこういうね、本当にここのつなぎ目がこの簡単にするかしないかの一番のポイントなんで、皆さん気をつけてくださいね。ここ来ました。最後これがここにこうつながってるんですよ。ここからここに来るんですよ。今度これゆっくりですよ。で最後これをこっち側に戻していくって感じです、ね、で最後ここのとこをこうしてここのとこをしっかり戻してこれ OK ね、来ました。そして一回ここをこう切るんですね。このここもちょっとこうやって入るじゃないですか。でここに穴がのここに入るところがあるんで、ここでコイラーのバネを使うために一回踏み込んでなるべく奥まで巻くんですよ。
っと声が出来上がる。今年もはい、以上のような感じでひも替えができます。一番のコツはこのワイヤーを切ってつなげるところのこのボンドアロンアルファの止め方なんですよ。アロンアルファの止め方が大きく膨らんじゃったりするとリースコードのホールが飛んないし、簡単なスポンと途中で抜けちゃうんで、そこのところだけはしっかりやってみてください。それがちゃんとなってれば基本的に大丈夫です、ね、うわ切れちゃったって言ってどうしようどうしようってなるもんでもないんで、普通の紐を変えるようにリースも変えられるんで、皆さんもやってみてください。お願いします。